アミル・ハムザは、オランダ領東インド時代北スマトラ州、ランガット県出身の詩人。1933年7月、インドネシアの著作家であるアルメイン・パネ、編集者の EN、スタン・テイクダー・アリス・ジョハバナと共に、アバンギャルド雑誌、プジャンガ・バルを創設し、同志で活躍した。1935年に、プジャンガ・バルで掲載された、ハムザの作品は、 近代インドネシアにおいて、随一の詩人、または詩人の王と評されている。インドの宗教書の一つである、バガバットギーターや中国の詩人、李白の詩などを好んで翻訳した。1911年2月28日、インドネシア北スマトラ州のランガット県に、イスラム教を信仰する貴族の家庭に生まれた。百二十四年、中学時代は、メダンやバタビアで学び、 1927年に卒業した。高校は中部ジャワ州スラカルタにあるアルゲミンミドデルベアー、スクールにて高等教育を受けた後、バダビアに戻り法律学校でアラビア語文学、ペルシア文学、ヒンドゥー文学の作品を学んで読んだ。1930年代には民族主義を支えた文学運動を起こし、 1933年7月にプジャンガバルを創刊。1937年にハムザの代表的な詩集である孤独の歌を表した。1939年詩集ブーアリンズを表す。インドネシア独立戦争が勃発したさなかの1945年10月29日、ハムザはランガット県の代表者となる。 しかし1946年3月20日、インドネシア共産党により殺され、35歳で溶接した。ありがとうございます。